岩永千秋は、日本の地方競馬機種。勝負服の柄は、銅赤、白菱山形一本輪、袖青、白縦島。勝負服の柄については、デビュー当時の兄弟子である、牧野高光機種の柄を参考に、自分で考案した。佐賀県出身、地方競馬共用センター機種家庭大79期生を、経て、2004年3月31日付で、 地方競馬騎士免許を取得。荒尾競馬組合、ヌサバタヨシハル旧社の所属となる。2004年4月28日、第2回荒尾競馬1日目第1、競争サラブレッド KC-19 組、条件戦コアレスパンチで、初騎乗。同年5月26日第3回荒尾競馬2日目、第3競争3歳条件戦を、テーム蔵に騎乗し、デビュー22戦目で、 初勝利。2004年10月20日荒尾競馬場で実施された全日本レディース招待競争総合優勝。2005年3月15日当時の女性騎手最速記録となる通算30勝達成。2005年3月21日第19回全日本新人王総派選出場。同年11月22日荒尾競馬場で実施された全日本レディース招待。 競争総合優勝。2006年レディースジョッキーズシリーズ出場。2007年1月2日、第13回アラオ競馬6日目第9、競争サラブレッド KC-9 組条件戦。西の社内に起乗していたが落馬、負傷した。脳座症と、脊椎圧迫骨折で、全治3ヶ月と診断され、約2ヶ月間は寝たままの状態だったが6月状況での、起乗を再開。 同年7月2日、第4回アラオ競馬4日目第1競争サラ KC-21 組条件戦エンゼルティアラで起乗を再開した。同年9月18日第8回アラオ競馬1日目、第2競争サラブレッド KC-28 組条件戦をテーム一つ星で勝利し、復帰後初勝利。同年レディーズジョッキーズシリーズ出場。 2008年8月26日第6回荒尾競馬2日目、第6競争ラ KC-13、グミ条件戦を、ルレーブで勝利し、1130、同年レディーズジョッキーズシリーズ出場。2009年8月9日には、韓国、富山喜び南競馬場で開催された、第1回黒国際女性騎手招待競争に、宮下瞳、ベップマイと共に、 日本代表として出場。同年8月7日、富山喜び南競馬場第9競争でラオンチャンピオンに起場し、海外初起場。招待競争では8番人気のオールマックに起場し3着となった。2010年レディーズジョッキーズシリーズでは第4戦まで1位と20ポイント差の6位であったが、最終ラウンドの地元荒尾で連勝し逆転優勝となった。 2011年12月2日、第12回ラオ競馬、第2日目第6競争の、ゆりゆららゆりゆり大レース C9 組にて、自給者のくんちゃんに起乗して1位入選し、通算200勝を達成した。2011年限りで、ラオ競馬が廃止になったことに伴い、師匠の兄にあたるぬさばたよしあきら3人の調教師と、共に2012年1月1日付で、 佐賀県競馬組合に移籍することとなり、故郷でもある佐賀競馬場を本拠地として活動することとなった。佐賀競馬に所属する女性騎手は1998年3月に引退した伊藤千織以来約14年ぶりとなるナーグランプリ2014で優秀女性騎手賞を初受賞した。2016年3月6日第22回佐賀競馬6日目第5競争で、 ダンシングダンサーに帰場していたが、落馬事故により、重傷を負った。その後は療養と、リハビリに努め、2017年1月9日に、行われたレディーズジョッキーズシリーズサガラウンドの機種、紹介式で、ファンの前で挨拶を行った。その後、調教への復帰やイベントでの誘導バッキなどを経て、2019年6月13日、同月15日から3年3ヶ月ぶりに復帰する。 ことが主催者から発表された。同年6月15日第6回佐賀競馬1日目、第6競争で風の王で起乗を再開した。同年7月15日第8回佐賀競馬、第2日、第2競争サラブレッド系、シーヌから10組をノーブルクイーンで勝利し、復帰後初勝利。2020年12月18日、佐賀競馬第1競争を勝利し、 4,614戦目で地方通算400勝を達成した。ありがとうございます。